ライデル、マルティネス、俺に行かせろ。中日、9回から登板した近藤が1回10失点で晒し投げさせられる。近藤かわいそうや、もうやめてくれ。いつなったら終わるんや。なんで買えないの、近藤壊れるぞ。勝ち星か残ってなくて投げられるやついないんよ。変えられる投手もいない中、ライデルがブルペンへ入ったとの情報が。え、この試合でライデル。クローザーが敗戦処理行くんか。どういうことやこれ。CBC ラジオ見て、ライデルが最後ブルペン投球してた理由、投手コーチ陣の抑止を振り切って、俺に行かせろ、と自主的に投球練習を始めたらしい。ライデル。マジでいいやつやな。見てられなくなったんか。ライデルと近藤廉なんてほとんど話したこともないだろうにな。俺たちはライデル・マルティネスに一生ついていく。ライデル怒ってくれたんやな。マルティネスって立浪のこと絶対嫌いそう。まあ間違いなく選手と首脳陣で溝はあるな。ライデル、仲間思いのいいやつやね。